500X はイタリアのフィアットが同ブランドでヨーロッパ市場並びに北米市場向けに販売するコンパクト SUV である。開発はフィアットとその参加であるアメリカのクライスラーが共同で行った。フィアットセディチの後継車種として開発され2014年10月のモンディアルドロトモビルでワールドプレミア。500の一員となるべく500リットル、500リ,ットルリビング同様。 500のデザインモチーフを随所に反映させているのが特徴である。ジープブランドで販売されるレネゲードは 500X と基本メカニズムの大半を共用する兄弟車であり、共にイタリアメルフィにあるシリアル ATA で生産される。2015年6月8日、日本でも2015年秋に発売することを発表し、ティザーサイトをオープンした。日本仕様は 電車口実の1.4リットルマルチエアとなり、FF 車は6速、デュアルクラッチトランスミッションが 4WD には9速 AT が組み合わされる。その後、同年9月29日に翌月24日より発売を開始すると、発表10月24日より発売が開始された。2016年10月29日、日本での発売1周年を記念した500。 X 初の限定使用車フィアット 500X ブラックタイ、ィアット 500X イエロークロスを発売。ブラックタイが100台、イエロークロスが140台の限定。ブラックタイはポップスタープラスをベースに、限定色のブラックボディカラーに 500X では初めてレザーシートを装備。また、フィアットブランド車として初めてアダプティブクルーズコントロールを標準装備し、 特別装備としてビートソーディオプレミアムサウンドシステムスピーカー17インチのブラックアルミホイールを装備するイエロークロスはクロスプラスをベースにブラックタイ同様アダプティブクルーズコントロールを標準装備したそれ以外に18インチのブラックホイールブラウンカラーのレザーシートを特別装備として追加している2017年7月1日使用工場を行いポップスターは バイキセノンヘッドランプやクラッシュミティゲーション付けの全面衝突警報、レーンデパーチャーウォーニングを新たに標準装備し、シートカラーバリエーションにアイボリー、ダークグレーを追加。アルミホイールも新デザインの17インチタイプを採用した。ポップスタープラスとクロスプラスはこれまで特別使用車で装備されていたアダプティブクルーズコントロールを標準装備し、ブラウン。 ダークグレーシートカラーの色調変更、ブラック、ダークグレー内装を追加した。2018年2月22日、一部改良を行い、同日より発売。全グレードでインフォテインメントシステム、U コネクトの最新世代を採用し、ディスプレイのサイズが7インチに大型化。Apple CarPlay 及び Google Android をオートにも、対応するとともにセンターコンソールの USB ポートを、 これまでの1個から2個に増設。なお、本変更で、ドライブモードセレクターは最上位グレードの、クロスプラスのみの設定になる。2018年10月13日、限定車、フィアット 500X エクストリームを発売。限定は80台で、クロスプラスをベースに専用エクステリアカラーの、シネマブラックやシルバーの専用デザインを採用した18インチアルミホイール、ブラック。 ダークグレーレザーシートを装備しながらも価格を税込み339万円とベースグレード車よりも4万5千円安くした2019年5月18日マイナーチェンジエンジンが新世代のオールアルミ製1.3リットル直列4気筒、ファイヤーフライターボエンジンに変更された同時にグレード体系が変更され日本では5 0 x クロスと受注生産の 500X の2タイプになる。2020年8月22日、シングレード 500X スポーツを発売。大開口のロワインテイクスポーツフロントバンパー、ボディ同色サイドスカート、スポーツリアバンパー、19インチ10スポークアルミホイール、ボディ同色ホイールアーチモールディングで低重心感を強調。ステアリングにも専用チューニングが施され、 ステアリングホイールとメーターフードにはアルカンターラを採用。シートも 500X クロスに比べて高さを 13mm 低くしたブラックレザーシートを採用した。プラットフォームは500リットル同様 GM と共同開発した GM フィアットスモールプラットフォームを発展させたスモールワイド44アーキテクチャを採用。エンジンはガソリンが マルチエアと呼ばれる1.4リットルの s h c ターボとチェロキーにも搭載される北米向け専用のタイガーシャークと呼ばれる2.4リットルの s h c 自然吸気エンジンの2種ディーゼルはマルチジェットと呼ばれる1.6リットルと2.0リットルの2種の s h c ターボをラインナップするが追って1.3リットルマルチジェットや1.6リットルバイオフューエル仕様の E トルクも加わる予定である トランスミッションはエンジンに応じて、組み合わせが異なり、1.4リットルガソリンと1.6リットルディーゼルには、フィアットパワートレーン製6足、MT もしくは6足 DCT が、2.0リットルディーゼルと2.4リットルガソリンには、フィアット発となる、ZF 製9速 AT が組み合わされ、2.0リットルディーゼルには、6MT も設定される。 バイフューエルの E トルクと1.3リットルディーゼルには古速 MT が組み合わされ、全車に電動式、パーキングブレーキが備わる。駆動方式は FF を中心に 4WD もラインナップされ、4WD で AT を選択した場合は、エンジンの種別に関わらず、すべて急速 AT となる。4WD はクライスラーが手動開発したもので、打声走行など、 エンジン負荷が低い時には、後輪の駆動力をカットし、一時的に FF とすることで、燃費向上に貢献するシステムを採用。なお、この切り替えは、運転状況に応じて、自動的に行われる。外観は、オンロード志向のシティルックと、アウトドア志向のオフロードルックの2シリーズから構成されるが、販売国によって、グレード故障が異なり、後者の場合、イタリア向けが、 クロス、クロスプラスとなるのに対し、アメリカ仕様は、トレッキング、トレッキングプラスとなる。フィアット500の SUV モデル、500X デビューフィアット、ウェブマガジンオープナーズ、2015年2月14日、閲覧。フィアット 500X 今週、国内で販売開始。不可ジャパン。 http://www.fcagroup.jp:/media:/373:/fiat500xblacktie, fiat500xyellowcross を発売。f u ン a j a p a n h t t p w w w f c a g r o u p m e d i a 4 4 9 Fiat 500X の仕様を向上。Fukajapan。http://www.fcagroup.jp:/media:/498:/Fiat <ッ> 500X を一部改良。インフォテイメントシステムの機能を強化。Fukajapan。 http://www.fcagroup.jp スラッシュメディアスラッシュ543スラッシュ限定車フィアット 500X エクストリームを発売フカジャパン2018年11月10日閲覧フィアット 500X を改良して発売デザイン変更とともにフィアット初採用の新世代エンジンを搭載フカジャパン 2019年6月18日へ閲覧。フィアット 500X にシングレード 500X スポーツ登場スポーティなルックスと走りで日常の運転にワクワクを。FUCA Japan。2020年8月18日へ閲覧。ありがとうございます。